平野紫耀主演、クロサギ、新シリーズ、ヒロイン候補黒島ケツナに熱烈なファンの反応。クロサギ新シリーズの主演とヒロイン候補に対する期待と懸念。アイドルグループキング、リンチェの平野紫耀がガッツ、TBS 系クロサギの新シリーズで主演を務めることが発表されファンの間で大きな注目を集めています。 しかし、その一方で、ヒロイン候補として名前が挙がっている黒島ケツナに対する熱烈なファンの反応が巻き起こっています。本校では、新シリーズにまつわる様々な懸念や期待を取り上げ、ファンたちの声を紹介します。第一章、黒詐欺、新シリーズ、平野紫洋の主演に対する葛藤。 ドラマ、黒詐は、かつて山下智久が主演し、高視聴率を記録した作品であり、その人気は未だに色あせていません。しかし、平野紫耀の主演が発表されると、山下ファンからは異論の声が上がりました。山下がジャニーズ事務所を退所していることから、 平野を主演に起用したことに対する懸念も広がり、SNS 上では様々な意見が交わされています。平野自身もおバカキャラで知られる中で、ドラマの要求する高度な頭脳戦に対する不安を抱えているようです。第2章、ヒロイン候補に注目、黒島ツ那の起用に反発。一方で、新シリーズのヒロイン候補に上がっているのは黒島ツ那です。 以前、山下版の、黒サギで、ヒロインを務めた堀北真希が大きな成功を収めたことから、今回も TBS は話題性と演技力を兼ね備えた女優を起用したいと考えているようです。しかし、黒島ケツが現在出演中の NHK 連続テレビ小説、チムドンドン、での評判が芳しくないことが、ファンの反感を引き起こしています。第3章。 ファンの反応と懸念、平野ファンの NG の嵐。黒島ケツナに対するファンの反応は冷ややかで、特に NHK の連続テレビ小説での彼女の演技に対するバッシングが目立っています。平野ファンたちの中には、拒絶反応がある、平野くんの足を引っ張らないでほしい、といった声が広がり、まだ正式な発表がない段階で、すでに反感が集まっています。 また、黒島とキング、リンチェの流瀬角との関係を匂わせた情報も広がり状況は一層混迷しています。います。平野紫耀主演、黒詐新シリーズ、ファンの期待と懸念が入り混じる展開。平野紫耀主演の新シリーズ、黒詐には多くの期待と懸念が入り混じる形でファンたちの注目を集めています。 主演者の圧力やヒロイン候補に対する反発など、ドラマにまつわる様々な要素が注目を浴びています。一方で、これらの懸念が作品の興行成績や評価にどのような影響を与えるのか、正式な発表を待つばかりです。ファンの期待と不安が入り込んじる中、新シリーズの舞台裏には多くのドラマが広がっていることでしょう。